紀元前499年以降の古代アテネのテトラドラクマかテトラドラクマは古代ギリシアの銀貨で4ドラクマの価値があった紀元前510年から紀元前38年まで広く流通した現存するテトラドラクマかの多くは紀元前5世紀中頃以降からアテナイで造幣されたものであるこの効果は古代ギリシア世界での取引に広く使われていたこれには アテナイと政治的には親しくない都市も含まれる。アテナイは国有の銀山を持っており、そこから銀を得ていた。アテナイのテトラドラクマカは表面にアテーナーの頭部が描かれ、裏面にはアテナイのポリスを象徴するフクロウとオリーブの小枝と三日月が描かれていた。このデザインは約2世紀以上にわたって基本的に変化せず、最後にはかなり古臭いスタイルになっていた。 通貨の造幣でも競合関係にあったアインギナ島との差別化を図るため、アテナイでは1ドラクマあたり4 3ムという基準に基づいてテトラドラクマ化を造幣していた。アレクサンドロス3世の軍がテトラドラクマ化を通貨としてヘレニズム世界に広めたため、イランやインドでも通貨として流通するようになった。ありがとうございます。